皆さんこんにちは、テツでございます。エッジプレイ系2004やっていきましょう。では世界情報、檜山さんがね太ももを痛めて10日以上になりましたで抹消、代わりに鳥谷さんを一軍登録、そしてペタちゃんを風邪2日間で、ベイスターズね富岡さん抹消の佐々木さん登録、佐々木さんは、肘を痛めたのが治ったんですね。そのために復帰ですね。では試合です。セリフ3試合、今日もタイガースはスワローズの甲子園球場、3戦目の先発絶好調の篠柳さん、そしてスタメンはこのままいきます。スワローズの先発はマウスさんです。甲子園球場、スワローズとの3連戦の3戦目、阪神ヤクルト、今日は12回戦をお届けしたいと思います。タイガースの先発ピッチャーは12試合目の登板となります下柳さん、11勝 0.771 という現在の防御率、今シーズンの成績となっております。トップバッターは稲葉さん、インサイドへのまっすぐ、初球は際どいところ、決まりました、ワンストライク。インローチェンジアップ、これは判定ボール。スライダー、これも外れた。インハイへのフォークで2エンド2、平行カウント追い込みました。5球目シュート、空振り三振、ワンアウト。2番は宮本さんです。高めのまっすぐ、これは見逃しました、ワンストライク。2球目カーブ、際どいところ、判定はボール。今日は低めの判定が結構辛い。チェンジアップ打ち上げた、レフト前進、金本さん落下点入った、ツーアウト。バッターボックスは岩村さんです。初球はストレート、アウトコースわずかに外れてボール。インローチェンジアップ、これも判定はボール。高めのフォーク、これでようやくワンストライク。アウトロー、見逃しました、2エンド2、平行カウントに持っていった。さあそして決め球、今日はどうやら下柳さんはシュートの模様です。空振り三振、3アウト。稲葉さん同様、インドへのシュートで三振に仕留めました。スワローズ初回の攻撃は三者凡退です。スワローズの先発はマウンスさん、9試合目の登板ですが今シーズンまだ勝ちはありません。4敗 4.04 という今シーズンの成績となっております。トップバッター今岡さんに対しての初球、引っ張った打球、三塁側スタンドに入ります、ファールボール。これも引っ張る、今度は低い弾道、これもファール、ツーストライク、追い込まれた。いい当たり、これもファールになる。低
かけたスライダー、ファールボール、5球目。真ん中低めのストレート、空振り三振、ワンアウト。バッターボックスは赤星さん。カーブを引っ張ってライトへの打球はマッチさん抑えます。ツーアウト。インローへのまっすぐ、初球は空振り、ワンストライク。インハイ、今度はわずかに内側、ボール、ワンエンドワン。引っ掛けましたスライダー、サードゴロ、スリーアウト。タイガースも初回の攻撃は三者凡退の無得点です。さあバッターボックスは4番ラミちゃん、2回の表のスワローズ。これで2ストライク、チェンジアップ見逃しました。空振り三振、ワンアウト。バッターボックスは鈴木健さん。引っ張った当たり、一塁間破る、ライト前ヒット、ワンアウト一塁。初球はスライダー、わずかに低め、外れてボール。フォークを空振り、これで2ストライク、ワンボール2ストライクと追い込んだ。カーブをジャストミート、切れました、ファール。ボテボテの当たり、セカンド送球、2アウト、3アウト、ダブルプレー。ここは完全に古田さん芯を外されました。ピッチャーゴロのダブルプレー、2回の表スワローズ初ヒットが出ましたけども無得点です。さあタイガースは4番の浜ちゃんから。インローへのまっすぐ、初球は空振り、ワンストライク。今度はインハイ、これも空振り、まっすぐ2球で追い込まれました。スライダー振り抜いてファール。これもスライダーファールになります。ああここは自打球を当てた。ああ浜ちゃん倒れ込んだ。さあここは大丈夫でした。インコース、変化球外れました。ワンボールツーストライク。徹底したインロー攻め、センターへ弾き返した、浜ちゃんヒット、ノーアウト一塁。そしてバッターボックス、キンケイドさん。初球は変化球、インローを外れました。引っ掛けた当たり、これはファール、カウントはエンドワン。打ち上げました、三塁がファールゾーン、追いつかない、ワンボールツーストライク、追い込まれた状態です。三遊間ど真ん中、ゴロが抜けていきます。と
ノーアウト一塁二塁でバッターボックス金本さん、スワローズ戦現在2戦連続ホームラン、引っ張った当たりポール際切れたファール。今度はどうだ、今度は入った。23号は先制スリーランホームラン。2球続けてカーブ、今度は捉えた。ポルギアへの一発、レフトスタンド中段に持っていきました。タイガースが3点の先制。バッターボックスはアリアスさん。初球はストレート、インロー外れました。2球目ストレート、今度はインハイ、これも外れてツーボール。高めのまっすぐ、これは振らされました。ツーボールワンストライク。4球目インローまっすぐ外れました。スリーワン。ここはアリアスさん選びました。ノーアウト一塁、バッターボックスは矢野さんです。引っ張った当たり捉えましたが、これはファール。カーブ、これは外れます。カウントはエンドワン。さあどうだ、引っ張ったぞ、レフトへの大きな当たり、ギリギリ入った。矢野さん9号はツーランホームラン。打ち上げたかと思われた打球でしたけども、ここはレフトスタンド入りました。2点追加、5対0。マウスさんノックアウト。2回はワンアウトも取れませんでした。さあ2番手ピッチャーは立山さんです。3試合目の登板、今シーズンまだ失点はしておりません。バッターボックスピッチャーの島柳さん、初球打ち、これは打ち上げてセンター稲葉さんが追いつきます。ようやくワンアウト、トップに戻ります今岡さんです。初球打ち、これはファール。ストレート、これもファールになります。さあここで追い込まれた今岡さん、ああここは打ち上げた、ショートフライ、ツーアウト。バッターボックスは赤星さんです。初球はスライダー、引っ張りに行ってファール。ここはフォークを打たされました。サードゴロ、スリーアウト。2回の裏タイガースは金本さんと矢野さんのホームラン、5点の先制です。さあバッターボックスはマーチンさんからです。初球高めのチェンジアップ、これは振りに来ました。ワンストライク。インロー、まっすぐを空振り、ツーストライク、追い込みました。フォークボール見逃した、際どいところ外れてボール。スライダー、空振り三振、ワンアウト。バッターボックスは白石さん、初球打ち、引っ張った、ショートゴロに倒れてツーアウト。
バッターボックスピッチャーの立山さん。フォーク見逃しました。ツーストライク。おスライダー見逃しました。空振り三振、スリーアウト。3回の表スワローズ三者凡退の無得点です。さあバッターボックスは猫ちゃん。初球打ち、これは叩きつけるようなバッティングですけども二遊間抜いてきました。センター前ヒット、ノーアウト一塁。そしてバッターボックスは浜ちゃん。猫ちゃん走る盗塁成功。カウントはワンストライク。初球はスライダーでした。インコースへのまっすぐ、ボール球を空振り。これで浜ちゃん追い込まれた。ツーストライク。ショートの頭の上を越えていく左中間へのヒット。猫ちゃんホームイン、浜ちゃんのタイムリー、6点目。勝負強い浜ちゃん、ここでも得点圏ヒットを出しました。そしてバッターボックス金慶堂さん。真ん中低め、初球は空振り。際どいアウトローまっすぐ、これも決まってツーストライク。金慶堂さん追い込まれた。右中間センターの横抜けていく、長打コース。浜ちゃんは三塁を回った。金慶堂さんセカンドストップ。ツーベースヒットがタイムリー、7点目。ここは変化球にうまく合わせました金慶堂さん。ホームにボールは返ってきませんでした。金慶堂さんのタイムリー、7点目が入りました。そして先ほどはどでかいスリーラン、金本さん。ピッチャー返し、センター前ヒット。そしてバッターボックスはアリアスさん。引っ張ったぞポールギア、際どい打球、切れた、ファール。まっすぐできました。空振り、ツーストライク。詰まった、しかしこれはセンターへ打球が抜けてきました。ヒット、8点目。アリアスさんのセンター前ヒットがタイムリーとなります。さらに1点追加。ここで立山さんは交代。3番手ピッチャー坂本弥太郎さんが登場です。23試合目の登板です。1勝1敗、防御率は 5.66、 投球回数が結構いっております。41イニング3分の1。さあバッターボックスはツーランを放っている矢野さんです。大きく声が上がったカーブ、初球はアウトコース高め、インコース高め、外れました。一塁線、ここはセカンドへ送球、ダブルプレーを選択。ツーアウト三塁。バッターボックスは下柳さんです。これは初球カーブにタイミング合いません。87キロ。フォークボール、インロー空振り、ツーストライク、追い込まれた。打ち上げました。
岩村さん使います。サードフライ3アウト。3回の裏タイガースはタイムリーです。つないでつないで3点追加、8対0です。スワローズはトップに戻ります。稲葉さんからの攻撃、4回の表、初球振ってきた。まずはアウトコース高めのストレートを空振りでワンストライクを取りました。2球目チェンジアップ、これは完全に芯から外されております。2ストライクと追い込みます。ここでカーブ引っ張った当たり、しかしこれは当たりがボテボテでした。セカンドゴロワンアウト。バッターボックスは宮本さんです。詰まらせました。ショート猫ちゃんへのゴロとなります。ツーアウト。初球引っ張った、これはファール。スライダーわずかに外れてボール。あ、いい当たり、しかしファール。追い込みました。ここでシュート詰まった。ここはアリアスさんが余裕でつかみます。ファーストゴロ3アウト。4回の表スワローズはトップからの打順でしたけど三者凡退です。そしてタイガースも4回の裏トップバッターから今岡さんは3打席目、今日はまだヒットがありません。初球打ち、これは詰まらせた、センターフライに倒れます。ワンアウト。初球インハイのカーブ、これは空振り、タイミング合いませんでした。ワンストライク。ボテボテの当たり、ショートゴロツーアウト。ツーアウトランナーなし。バッターボックス猫ちゃん、第1打席はセンターへのヒット。アウトコース高めストレートはわずかに外れてボール。ストレートできました。ファールボール、ワンエンドワン。低め見逃しました。ツーボールワンストライク、バッティングカウント。インハイ、これもファールになります。平行カウント、ツーエンドツー。さあここで変化球か、フォークできました。ファールボール。打ち上げた、センターバック稲葉さん掴みます。3アウト。4回の裏タイガースはトップからでしたけども、こちらも三者凡退の無得点です。スワローズは4番のラミちゃん。さあ下柳さんは今日は大量援護をもらっての5回の表を登板。フォークボール見逃しました。ああ行ったか、ラミちゃんのどでかいホームラン、8号ソロ。アウトローのチェンジアップをものの見事に捉えました。レフトスタンド中段に刺さる大きなホームラン、下柳さんここで打たれました。スワローズ1点返しました。8対1。バットボックスは鈴木健さん。初球打ちバッター当たり、ここアリアさんへのゴロとなります。ワンアウト。
バッターボックスは古田さん。初球打ち、三遊間抜けない、猫ちゃんよく取った。ショートゴロ、ツーアウト。バッターボックスはマーチさん。初球はチェンジアップ、見逃しました。ワンストライク。インハイのフォークボール、空振り、ツーストライク。さあマーチさんは追い込みました。空振り三振、スリーアウト。5回の表、ラミちゃんの一発が飛び出しました。スワローズ1点返して8対1となっております。さあタイガースは4番の浜ちゃんから。引っ掛けて二遊間、宮本さん飛びついてファースト速球アウト。好プレー。初球打ち、高めの変化球、手を出しました。ファールボール。引っ掛けた当たり、ショートゴロに倒れます。ツーアウト。初球はインハイ、ストレート、わずかに外れてボール。詰まらせれました。セカンドゴロ、スリーアウト。5回の裏タイガースはこの回も三者凡退の無得点です。さあ島柳さんは6回の表もマウンドに立ちます。初球打ち、詰まった当たり、ここは猫ちゃん取れない。センターへのヒット、白石さん出ました。あー、猫ちゃん大丈夫かな。飛び込んだ際に膝を強く打ちました。ここは大丈夫でした。そしてピッチャー八太郎さんの場面で代打渡来さん。今シーズンはヒット6本、3割1分6厘、ほぼほぼ代打での登場です。まずは初球、高めのチェンジアップでストライクを奪います。カーブ、タイミングを外した。空振り、2ストライク。三塁線、鋭い打球、これはファール。シュート、空振り三振、ワンアウト。トップに戻ります。稲葉さんです。詰まった当たり、ツーアウト。スリー、あー、ファースト速球それました。ランナー二塁へ進んでツーアウト二塁で宮本さん。カーブを詰まらせる、ショートゴロ、スリーアウト。6回の表、スワローズはチャンスをつかみましたが追加得点とはなりません。スワローズは4人目、花澤さんが登板です。現在防御率は 18.00 です。バッターボックス、アリアさん、先ほどはセンターへのヒット。インローへのカーブ、これは際どいところ外れました。今度はインロース、ストレート、これも外れました。ツーボール。インハイ、まっすぐ、タイミング合いません。空振り、ツーボールワンストライク。
ここはフォークボール打たされました。アリアスさんファーストゴロ、ワンアウト。アウトコース高めストレート、これは打ちに行ってファール。詰まらせました。センターあレフトフライでツーアウト。さあピッチャー下柳さんの場面、ここは選手代打を出します、タイガース。さあ上がってきた鳥谷さん行きましょう。今シーズン初打席となります。鳥谷さん、初球打ち、これは打たされました。フォークボール、ショートゴロ、スリーアウト。6回の裏タイガース、この回も三者凡退の無得点です。さあタイガースはリリーフ、初戦でウィリアムさん投げておりますので、ここは藤川さんを投入します。14試合目の登板の藤川さん、12セーブ、防御率は 0.49 です。初球打ち、あー藤川さん取った、抜けません、ワンアウト。そして先ほどは大きな一発は放っているラミちゃん、初球打ち、いい当たり、ライトへ切れた、ファール。ここでタイミングを外す、スラブ、お引っ張る、ファール。これはスイングは取られませんでした。ジャスミーと猫ちゃんの追いつきます、ショートライナー、ツーアウト。初球フォークボール、これは見逃しました、ワンストライク。高めのストレートを空振り、ツーストライクと追い込みました。スライダー空振り三振、スリーアウト。最後はアウトコースからストライクへ入ってくるスライダー。ラッキーセブンスワローズは三者凡退の無得点です。タイガースはトップバッター今岡さんから今日はまだノーヒット。あ、初球変化球、これは打たされた。今岡さんショートゴロ、今日はノーヒット。赤星さんも今日はまだノーヒット。うまく流しましたが、これはサード真正面、赤星さんもノーヒット、ツーアウト。バッターボックスは猫ちゃん、詰まりました、猫ちゃんセンターフライ、スリーアウト。ラッキーセブンのタイガース、三者凡退の無得点です。バッターボックスは古田さん。8回の表のスワローズ、初球打ち、ライトへ流した打球、浜ちゃん追いつきました、ワンアウト。ジャストミート引っ張った打球、マーチさん出ました、4号ソロ。インコースへのシュート引っ張った打球、これが見事にスタンドイン。藤川さん打たれました、8対2、6点差。白石さんには代打です。
左の真中さん。高めのストレート、初球は外れました。シュートで空振りを奪いました。ワンストライク。インスラ、詰まった当たり、今岡さんが使います。そして花田さんの場面で代打に飯田さん。飯田さんが今シーズン寂しい成績、まだヒットは2本しか出ておりません。低めのストレート、初球は見逃しました。ワンストライク。詰まった当たり、三塁線、これは切れたファール。空振り三振、スリーアウト。8回の表のスワローズ、マーチンさんのソロホームラン、1点追加、8対2となっております。さあ、スワローズは5人目のピッチャーですかね、山部さんが出てまいりました。9試合目の登板、2敗、防御率は 11.74。 バッターボックス、アーマちゃん、今日は2安打。スナップを効かして投げてくるようなストレート、変化球、これは外れてボール。カウントはエンドワン。アウトローへのまっすぐ、空振り、ツーストライク、追い込まれました。カウントはエンドツー。ここでスクリュー外してきました。ツーエンドツー、ライトへ打ち上げた。ここはマッチンさんが追いつきます。ワンアウト。ど真ん中に来たストレート、初球打ちは、これはファール。いい当たり、しかしこれも上がりすぎ。マーチさん使います。ツーアウト。カーブ、初球は外れました。引っ張りましたが、これはファール。打ち上げた当たり、セカンドフライ、スリーアウト。あとがダメやね、全然ね。さあ、8回の裏、タイガースは三者凡退です。稲葉さん初球打ち、これは打ち上げてセカンドフライ、ワンアウト。真ん中高めのまっすぐは見逃しました。
し上げました。ファールゾーンアリアスさんが取ります。ツーアウト。さああと一人となりました。初球打ちアウトコースのストレート引っ張りに行ってファール。フォークボール、あーこれもいい当たり、ファールボール。打ち上げてこれは今岡さん、あー取れません、ファール。これも打ち上げます。最後はインハイストレート空振り三振でゲームセット。今日は8対2でタイガース快勝となりました。後半戦が全然ねちょっと捉えられませんでしたけどね。タイガース側は今日はホームラン2本、矢野さんの9号と金本さん23号で、スワローズはソロホームラン2発ね、ガミちゃんとマーチさん、勝った島柳さんは12勝目、マウスさん5敗目、市川さん13セーブ目となっております。打撃の方は1番2番が今日はねノーヒットで、まあ島柳さんもねしょうがないんですけどね。でピッチャーの方は島柳さんが6回投げて、ラミちゃんのホームラン、あのアウトローのねチェンジアップを思いっきり引っ張られましたけどね。自責点1の7奪三振。藤川さんも、マーチーさんに一発浴びましたけど、そのヒット、そのホームラン1本だけですね、許したヒットは。で3奪三振の成績となっております。ではカードが終わりました。成績とまずはトピックからですね。さあ誰だ、マウスさん筋肉の張りお休み2日ですけどね。タイガースはマジックを減らして59となっております。順位表、でチーム成績ですね。得点481、失点44、ホームランは159、盗塁84個で、打率3割8分、防御率は 0.78 です。対戦表はこんな感じです。はい、打撃、打者トップ10ですね。上位トップ10に8名タイガースのメンバー入っております。でホームランになりますと上位5名がタイガースに、打点猫ちゃんが111、唯一の3桁で、試合数全試合出場タイガースは4名、出塁率、打数、ヒット、今岡さんも100安打超え、ツーベース、二岡さんがトップ23本、スリーベース猫ちゃんがトップ7本、得点で三振、ウッズさんと鈴木貴之さんと、上位7名かが30超えの三振。フォアボール一番選んでるのは立浪さん、飯田、石井拓郎さんで、犠牲フライは浜ちゃん5本、盗塁は猫ちゃん45、赤星さん37、その差8つで、エラーは内川さんが9つですね。キムタクさん3つから増えません。でピッチャーの方は、イナブさんがね規定投球回不足で、防御率争いから現在外れております。で勝ち星は12勝が3名、
で、負けは川村さんが7敗単独トップ、セーブはウィリアムスさん、藤川さんと2桁が2人、勝率登板数デニーさんが30試合断トツ、そしてヤトローさん加藤さんが23試合、投球回は井川さんが唯一の100イニング超えで、完投も11個井川さんで、打者被安打80、なんと上原さん奪三振、井川さんがトップ、上原さんの差は31、フォアボール、デッドボール、非本塁打、一番多いのは三浦大輔さん、失点、自責点となっております。はい、パリーグ勝敗、順位表だけね、ホークスが貯金25か、ファイターズも5割ですね、あれから失点しておりません。では日程確認して終わりたいと思います。次回からはハマスタでベイスターズと3連戦、その後市民球場2連戦、そしてまたベイスターズと今度は甲子園でのゲームとなります。で、大阪ドーム、東京ドームとドーム球場がそれが続いていく日程ですね。ということで次回からハマスタでのベイスターズ3連戦となります。お楽しみにしておいてください。それではさよなら。